第113回武井てる彦天チャンネル、見ていただいてる方どうもありがとうございます。さあ今日は何をするかというと、まあ僕は母がいます。85歳になりますかね。まあ実家四国は徳島で、まあ一人で細々と暮らしております。まあそのまあ元気という方、バリバリ元気というわけではないですけど、まあまあデイサービスに行ったりとか、ね、ヘルパーの方が家に来てくれて、食事を作ってくれた、まあ自立して、一人でね生活して、でまあ姪っ子が兄貴の子供たちが、まあ、時々こう見てくれててね。まあ、安心はしてるんですが、まあ、やっぱり年老いていくごとにね、やっぱりね、こう、体も弱っていくし、やっぱりいつまでも元気でいてほしいなということで、それで、まあ、もう、今もう本当にコロナ禍で、またこれ、もう何年も帰れてません。それでまた、ね、これまた、ね、飛沫感染とかそんなになったら、大変やし、ということで帰られへんし、どうしてやろうと思った時に、まあ、ラジオ体操をね、やるのは、すごく俺今デイサービスでアルバイトをしてるから、ラジオ体操をやってるんですよ。結構ね、これはすごく、体にいいことに改めて気がついたなというか、そんで、米倉涼子さんが、ラジオ体操を舐めたらダメですよって言って、ラジオ体操が一番よくできた体を、体幹を鍛えたりとか健康にする体操が組み込まれてるんですって、それを真剣にやったらすごくいいですよ、みたいな。ああ、なるほどなと。あ、じゃあ、この、ラジオ体操を、まあ、おかんがね、こう一人でなんか動画を見たりとか、そのラジオ体操って、ほんでテレビって、そんなね、昔だったら毎朝ラジオでとかやってたけど、そんなもんないし、じゃあそれをまあ、動画をね、作って、そんでまあ、めいっ子にそれ配信して、その動画をこう見てもらいながら、ラジオ体操してもらおうということで、そんでまあ、ちょっとね、足が、ちょっとフラフラしてるので、座ってできるラジオ体操の、動画をね、まあまあ親孝行になるんですかね、まあ一生懸命作りました。まずはそのラジオ体操を見てください。どうぞ。座ってやるへん。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、背筋を十分に伸ばしましょう。手足の運動、1、2、3、4。さあかかとの上下運動しっかりと行いましょう。足をよく曲げ伸ばします。腕を回します。スマッシュ、内回し、腕をしっかりと伸ばして大きく回します。1、2、3、4、5。足を開いて胸の運動、横振りは軽く、斜め上、5、6、7、8。1、2、5、6。横曲げの運動、体を横に曲げて腕の横をよく伸ばします。膝はゆっくりと1回です。1、2、3、4、5、6。前後に曲げる運動です。弾みをつけて柔らかく、両手を腰に当てて上体を反らせます。前下に1、2、3、4、5、6。腕を振って体をねじります。1、2、3、4。斜め後ろに大きく、1、2、3、4。大きく足を戻して手足の運動、肩、上、
でしっかりと伸ばしましょう。1、2、3、4、5、6、足を開いて斜めし、柔らかく曲げて正面で胸を反らせます。柔らかく反らせます。1、2、4、6、体を大きく回しましょう。1、2、3、4、5、6、腕で大きく引っ張るようにして両足跳びの運動です。椅子の方は首と肩の上げ下ろしです。1、2、3、4、5、6、手足の運動を1、2、3、4、ゆったりと行って弾んだ息を整えましょう。1、2、3、4、深呼吸です。深く息を吸って吐きます。繰り返しましょう。毎朝ラジオ体操をやりまっしゃー。別にふざけてるわけじゃないですよ。ね、まあやっぱり芸人ですから、ね、まあ芸人の母親への、まあ僕の、まあ愛情ですよ。まあこれでね、母がラジオ体操毎朝ね、これを見ながらやっていただきたいなと思いまして、それでめいっ子にその動画を送信しまして、それを見て、やってる模様を撮ってくれたみたいなんで、それを見てください。どうぞ。おばあちゃん、これテルさんから送られてきたんやけど。エビゾンみたいな。何？聞こえる？おはようございますって書いた。息子テル飛行が送りました。真似してって。真似する。ばあちゃんのために真似して。真似して。ラジオ体操教えてみて。ちょっと伸ばし、こう。おじさん。妙なこと。妙なこと。まあね、親がこの年になるのであれはこそこれもできるんだよ。親っちゃ、すごいもんだ。痛いわ、こんなの。痛いいよ、別に見てあげて。映っていい。これ何？死んないわ。死んない。
もう横になる。あ、やって。ばあちゃん、見ようだけでもいいのに。とりあえず。見るわ。うん。ちょっと、取れ。このラジオ体操はもうリハビリにいたら朝朝するわ。毎朝？うん？毎朝？毎朝。はい。しんどいわ。あんなに芸に使うんだろうかんな。いつまでも元気に毎朝ラジオ体操を病院でしょるわ。やりましょう。やだです。もなるんだ。まだ50ぐらいかと思った。どうでした？何よ。どうですか、ラジオ体操。毎朝病院で来ています。とこんな字もどなんするこれ。字も自分で編集してくれたんと。テルさんが自分で作ったんよ、ばあちゃんに。うん、何かにも便利な世の中じゃの。何これ便利な。ちょうどもうばあちゃんだった今の社会。浦島太郎があれな、玉手箱開けた煙になっておじいさんになっと、これぐらいの年数が経ったようなもんや。どう？ラジオ体操これDVD にしてくるんやけど、今度、うん、ここテレビで見れるように今度して、毎朝やってって。あ、テレビでしたら全部映るんちゃう？ここだけの。ここだけの。うん、こうしな、なあ、うん、全国に移ったらの、うん、大変じゃ。さあ、どうでしたか？おまはんがこうやって元気に、ショー見たら、これが元気づいて、また、100も200もまで生きるわ。かわいいよ。見てな。てる子が言うように、サリンの世話もひたるわ。うん、できそうですか？んできそう？あ、ラジオ体操。うん、あの家ではアホみたいに一人できるのは何で、ほれ病院で朝みんなとラジオ体操しよう。なげて、てんちゃんのラジオ体操見ながらだったらまたちゃうよな。ここに映っとったらどう、うんうん、どうかしら。もう寝るわ、死んだよ、もう寝るわ。滑ってるやん。あの病院で毎朝ラジオ体操してるらしい。なんなんや、なんなんやろな、おかんに対して子供の頃から今までずっと滑ってるわ俺。本当に腹立つわほんま。よかれと思ってラジオ体操家で、やっぱりねこうやったらどうやと思ったんですけど、病院まあ毎日ほとんど行ってて、そこでやってるらしい。あのデイサービスも含めて。なあ、ひどいわ。なあ。ほんで、え？これ、あの DVD に映して、テレビ、映すの。これはここだけか、みたいな。なあ、めいっ子も。これが全国に映ったら、ノーっておかんとめいっ子のあのハモり。なあ、おじさんかわいそうやね。なあ、そらめいっ子の気持ちもわかるよ。なあ、こんなおじさん嫌って。うん、でもな、まあ、おかんが言うてましたよ。
親がこうやって長生きしてるからこそ息子がこんなことできるんやっていう言葉に対して、まあ確かにそうやなと、こんなアホなこと親がおるからできるんやと、それやる相手もおらんかった俺もちょっとな、まあこの年で、ちょっと寂しいなと思いましたよ。まあまあ何はともあれどっちにしろまあね、元気でいてほしいなと思いますわ。で、まあ、どういうかな、芸人の息子を持ってる母親っていうことに対して、おかんは、ある時期からすごくこう、そこに覚悟を持ったなっていう気持ちをこう、伝わってきたことがあるんですよ。それが、俺が東京に出てきて、まあ、今からまあ、6年、7年ぐらい前に出てきて、その時に一からまた呼び込みライブとか一人で初めて、そうやったことに対して、うちのおかんが、初めて、てるひこ、本当にお前は芸人で人生を送るんやなっていう、なんか、なんか認めてもらえたみたいな、お前はそこまでしてまでやるんか、みたいなことを言われた時に、ちょっと、あ、一回、ずっと滑ってたけど、一回受けたなって、ちょっと思ったような気もしたような気がしますよ。で、まあ、うちの母も、まあ、もともと踊りが好きとか、なんか人前でなんかやったりする、まあ、そういう、気質が、まあ、俺もそれを受け継いで、まあ、俺芸人になったんかもわかりませんが、ある時ね、もう、まあ、から4年ぐらい前かな、5年ぐらい前かな、もう俺が東京で、まあ、呼び込みライブとかコツコツやってる時に、母が一人で、まあ、母も足が悪くて、で、老人ホームで、老人会で、そのなんか踊りを、おかんが踊るっていうことになってたんですけど、まあ、まあ、母もちょっと足が悪くて、なかなかもう歩行器でこうやってギリこう歩けるような感じで、でもまあ、誰のサポートもメイクとか、その、もう仕事で、関われなくて、母一人で自分の衣装、着物を持って、とぼとぼ10歩歩いたら休憩して、10歩歩いたら休憩して、ちゅうて、その老人ホームまで行って自分で舞台をやって、衣装を片付けて、またとぼ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 帰ってきたっていう話を母から聞いたときに、なんでお母がそんなしんどい一人でって言ったときに、うちの母親が、てるひこも今同じことやってるんやろと。まあ確かにそうですよ。それは売れてた時はスタイリストがいてて、マネージャーがいてて、まあテレビ局に入ってたら、今やったらもうエントリーライブとか呼び込みライブとか、一人で行って、一人で衣装をやって、ほんで誰に賞賛を浴びることなく一人で帰っていくっていう、その様を、母はなんか、お前も一緒のようなもんやろって、お母ちゃんも今そういう気持ちで、お前の気持ちを、なんか、分かったような気がするんやって言われた時に、なんかちょっと、まあもう、まあ俺も、あ、長年芸人やっててずっとおかんに迷惑とかかけてるけど、あ、よかったなって思う一瞬のひとときでございました。それでまあ、俺なりにまあこうふざけて、真面目にふざけて、おかんをこうなんか楽しましていけたらなと思って、いつまでも母ありからこそ、生きてるからこそバカできるなって思います。ずっとバカやりたいために母に元気にいてもらおうと思います。皆さんもね、お母さんとかお父さんとか、まあ照れくさい部分があるだろうけど、何かこう、ちょっとしてあげたりとか、することって、大事なことやと思います。ぜひやってください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。めいっ子のサリ、いつもありがとう。